中学受験のリスタート、たかしです。今日は時計算の2回目、針が重なる時の考え方などをやろうと思います。教材は概要欄に貼り付けてあります。使ってみてください。じゃあ、始めるよ。さあ、時計算の1回目で紹介しました。時計算っていうのは、長い針と短い針が競争してるっていうふうに考えます。長い針は1分に6度、短い針は1分で 0.5 度進むことになるので、2つの間の距離は1分に 5.5 度ずつ変化していく。これが大切です。じゃあ今日の問題見てみようか。4時と5時の間で次の時刻を求めなさいということです。括弧1、両針が重なるとき。括弧2、両針の間の角度が90度になるときっていうのを求めていきます。じゃあまず1番ね、針が重なるときを考えていきましょう。前回も言いました。時計算は、まず時計を自分で書くところから始めてください。最初に4等分、90度に切っておいて、その後3等分していくと結構綺麗に書けると思います。で、4時と5時の間だから、4時から考えていくよ。で、4時っていうのは、長針と短針の間が120度離れています。イメージとしては、亀さんの120度後ろにうさぎさんがいて、ここからスタートです。そうすると、うさぎさんが亀さんを1分に 5.5 度ずつ追い詰めていきます。そして重なるってこうなった時ね、つまり差が0になったところです。ということは、最初120度あった差を1分に 5.5 度、5.5 度、5.5 度って差を詰めて0になった時を考えます。つまり120度を1分に 5.5 度ずつ詰めていくので120÷5.5 っていう計算をするわけ。ただしね、これ割り切れません。なので時計算はね、普通分数を使います。つまり短い針が1分に 0.5 度だったよね。0.5 っていうのは2分の1でしょ。つまり長針が6度、短針が2分の1だから1分に2分の11度ずつ詰めていく。これが 5.5 っていうことね。で、120÷2分の11っていう計算をします。そうすると答えは11分の240。これ単位何だったっけ？そう、分だよね。つまり4時から11分の240分経った時に2つの針が重なるっていうことです。つまり答えは対分数に直して4時21と11分の9分っていうのが答えになるわけ。じゃあ次の問題。両針の作る角度が90度になるときです。で、これ2回あるからね、両方求めていきますよ。まず最初1回目です。4時をスタートにします。そうするとさっきも言ったけど、短針と長針の間は最初120度開いています。さあ、じゃあ1回目って大体何分頃か想像つくかな。この後1分に 5.5 度ずつ差を詰めていくんだよね。そして用意ドンで、この辺でもう90度になっちゃうよね。つまり最初120度差を開いていたのが 5.5 度ずつ差を詰めていって、差が90度になった時を考えます。そうすると120から90だから30度分差を詰めたんだよね。これは1分 5.5 度ずつの積み重ねです。ということで 30÷2分の11。これが 5.5 ね。ということで11分の60分後っていうことになるわけ。ということで1回目はこれです。じゃあ2回目っていうとどうなるのかっていうと、また4時からスタートするよ。120度差がついてるんだよね。じゃあ2回目はうさぎさんが亀さんにまず追いついちゃうわけだ。つまり120度の差を詰めました。で、ここからはうさぎさんが亀さんを追い越すんだよね。そして90度開く。これで2つの針の間が90になります。つまり120度の差を詰めて、その後90度差をつけたっていう状態を考えたらいいわけ。そうすると結局うさぎさんは亀さんよりも210度余計に進むことになります。ということで、210を2分の11で割った、これが2回目の時間っていうことになるわけ。ということで答えはこれだ。では、まとめます。時計算は長針と短針の追いかけ合いこです。1分に 5.5 度ずつ間の角度が変化します。そして、針が重なるっていうのは、長針が短針に追いついた時を表しているわけ。
時計算、分母が11のややこしい分数がたくさん出てきます。この計算は嫌がらずに確実にできるようになるまでやった方がいいと思うよ。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。